じゃーん。こちら朝食です。まずは朝一これを食べていきまーす。はい、どうも、リアルバキョウです。さて、今回はですね、Vlogです。最近の筋肥大の一日、これをね、紹介していきたいと思います。まあ、ちょっと今日は気軽な動画ですね。ちなみにね、これより大胸筋のトレーニングに行ってきます。ちょっとね、ここ最近大胸筋のトレーニングは少しね、やり方を変えて、よりね、大胸筋に変化と刺激を与えるようにしています。それでは、行ってきます。さて、ここ最近の大胸筋トレーニングは、まあ、第一種目はいつもと変わらずベンチプレスです。大体ですね、ここ最近は130キロをメインセットにして、そして最終セットにドロップセットで110キロ、これを限界まで上げるようにしています。ちなみにこれはですね、ドロップセットの110キロですね、アーチを高く組み大胸筋下部を刺激するようにしています。第2種目目はダンベルフライです。これが今の僕のメイン種目となります。今まで僕はダンベルプレスをメイン種目として行ってきたんですが、かなり慣れてきてしまったので変化を加えるためにもダンベルフライを強化するようにしています。しっかりと大胸筋のストレッチを行うようにしています。そしてダンベルフライで十分追い込んだ後に第3種目はダンベルプレス。うちのジムはダンベルが40キロまでしかないので、回数を決めずに限界まで動作するようにしています。これを2セット。これにより大胸筋に強い刺激を与え、より大胸筋を肥大させようという考えです。そしてこの日の締めは、大胸筋下部を強化するためのデクラインダンベルフライ&プッシュアップです。このようにですね、足をベンチ台の上に置き、お尻を高く上げた状態でダンベルフライをしていきます。まあ、胸の横に大きく円を描くようにダンベルを下ろしていき、大胸筋をしっかりとストレッチすることが重要となります。終わったらすぐにプッシュアップ。このルーティンを、僕はですね、限界までかける3セットほど行うようにしています。この日は筋トレが終わったらすぐに移動してボクシングのパーソナルトレーニングを受けてきました。このように週に1回ですね、パンチの技術を学ぶためにボクシングのパーソナルトレーニングを受けています。ここ最近結構ね、有酸素運動したら筋肉が落ちないんですかという質問を多く受け付けるんですけど、これね、僕程度の筋肉量では分解されないので問題ありません。あとですね、栄養の摂取というのが大事になってきます。ハードな有酸素運動を行う前と後に、まあ、タンパク質や炭水化物の多い食品をしっかりと摂るようにしてください。そうすると運動中に栄養がしっかりと満たされた状態になるので、まあ、筋肉の分解を防ぐことができます。なので常にエネルギーが満たされた状態にしておくことが重要だと考えています。なのでね、楽しんで皆さんもね、有酸素運動を行うようにしましょう。積極的にね、運動するのが重要じゃないのかなと僕は考えています。以上です。帰ってきて昼食です。昼食はまあ結構いつも通りなんですけど、低脂質パスタ。でも今増量期なんで少しねオリーブオイルを足してます。そして鶏胸肉が 200g ほど、そしてあとオリジナルのわかめスープ、これを食べていきます。いただきます。まずはパスタからね、いただきます。今日も美味しい、はい、ってことで、ね、昼食を食べて現在仕事中です。というのもですね、今現在ご要望があった方のですね、トレーニングメニューを作成して、そして注意点や正しいフォームを解説していくという、まあ、こういう動画をその人のためだけにオーダーメイドで作るという、まあ、動画の編集配信サービスをしているんですね。こちらの方の今編集作業をやっています。これをね、大体午前中から夕方ぐらいまでやって、そして夕方からパーソナルですよ。それでは仕事、もうちょっと頑張ります。はい、僕はトレーニング中に飲んでるドリンク、これを紹介します。まあ、結構シンプルなんですけど、この1リットルの、まあ、シェーカー、これに対して、まあ、シェーカーっていうのかな、これに対してこちらをね、BCA アルプロンさんのグレープ風味ですね。これが最近めちゃくちゃお気に入りですね。
これをですね、大体2スクープ入れて飲むようにしています。まあ、トレーニング中はもちろんなんですけど、割とね、通常の水分補給としても取るようにしています。それで筋肉の分解を妨げたり、結構ハードな一日なんで、まあ、疲労回復を促進させるようにしています。それでは出かけようかな。さて、今ねちょっと間食を買いにね、セブンイレブンに寄ってきました。それでね、おやつとしてこのしっとりレーズンカスタード、これね結構脂質が 7.4 しか入ってなかったんで、かなり優秀なんで買ってきました。あとね、ビトのコーヒー、これをちょっと食べてカロリーを増やします。では、はい、ということでレオンハートさんに移動してきて、パーソナルトレーニングなどが終わって、今現在ね夜の9時半ですね。そしてここからプロテインを飲もうと思ったら、なんと忘れてきてしまったので、なので BCAA 持ってきたのね、チビチビやりますよ、うん、あ、ちなみにね、あの食事は7時ぐらいに、ちょっと撮影はね忙しくてできなかったんですけど、白米を 300g とカニカマをね食べました。まあこうやってこまめに栄養補給をしていきます。うん、それでは、そうそう、あのこれからね、あの帰る前にちょっと腹筋をやりたいと思います。僕はですね、腹筋だけは基本的に週に5回ぐらいはやるようにしてるんですね。うん、そうすると僕にはそれが合ってるみたいで、腹筋の厚みや立体感がより出てきたので、ではやってみましょう。さて、まず腹筋はですね、僕は外腹斜筋をより強化するためにワイパー、これをですね限界までかける3セットほどやります。これはほぼ毎日やるようにしてますね。あとの種目は気分で結構変えるようにしています。この日はアブクランチ、これを限界までかける3セット、どの種目も基本的にはなるべく限界まで追い込むようにしています。そしてここからはやっぱり拮抗筋である腰も鍛えるためにバックエクステンション、これは15回かける3セット、これで拮抗筋のバランスを保って腰痛を予防するようにしています。じゃーん、さあ自宅に帰ってきて夕食です。今日の夕食はね、まず白米、これは 450g、 そして焼き野菜、まあ、キノコに玉ねぎに、これはニンニクの芽ですね。そして鶏胸肉が 200g、 さらにね今日は餃子と手羽元っていうのかな、これ、うん、ちょっと脂質がね高いものも食べます。そして最後に全卵1個、これをねこれより食べていきます。はい、ということで筋肥大の一日終了しました。ちなみにね、 TikTok のライブが今終わって2時をね回ったところです。早く寝ないといけませんね。ちなみに筋肥大において大事なことは、まずは筋トレをしっかりと追い込むこと、そこからやっぱり栄養の摂取ですね、しっかりとタンパク質炭水化物をしっかりと摂る、これが重要になりますね。あとはもう一つポイント、有酸素運動をしたら筋肉が減るとか言う人いるんですけど、減らないです、大丈夫です、楽しんでいきましょう。むしろね、有酸素運動を行うことで割と空腹になったりもするから、意外とたくさん食べるには軽い有酸素運動ぐらいは必要じゃないかなと僕は考えています。ということで本日はここですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあね。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。からか標的をこの僕の方へ。いいよ、ケツみたいな胸。ケツみたいな胸。いるから。生きるため走り出す